ぜ私はまだ生きているのだ。ベビーが私を。まず、今すぐ消えろ。馴染みの検疫官の声で私は目覚めた。では起き上がってみてくれ。ゆっくりとな。夢、実際に起きた悲劇のプレイバックを見ていたようだ。あのハイパービーム、そう、ベビーが与えてくれた力によって私はマザーブレインを倒した。その直後に起動した次元装置により惑星ゼーベスは消滅、同時に消え去ったもの、それはマザーブレイン、スペースパイレーツ、私の宿敵リドリー、そしてベビー。それではサムス、隣の部屋へ。よし、じゃあ始めよう。状態が良くなってるよ。これもまたベビーがくれた力なのだろう。では会議室へ。お偉いさんがお待ちかねだ。君が恥をかかないようにスーツはピカピカにしておいた。もうどこにもベビーのかけらさえ残ってはいない。分かっているはずなのに、思わず手のひらを眺めていた。もう二度とベビーに会うことはない。決して。今ここで改めてそう感じた。任務完了。惑星ゼーベスは消滅、そしてメトロイドは絶滅しました。シンプルな報告、無機質な事実が私の胸には重く響いた。あれからどれくらい経ったのだろうか。
静かに流れゆく時の中で、メトロイドやスペースパイレーツはここ銀河社会のもはや過去の記憶として、その輪郭を失いつつあるように思える。通称ベイビーズクライ、誰かを呼ぶことを最優先としたその目的を赤ん坊の泣き声になぞらえた典型的な救難信号だ。辺境宙域から発せられている。私は最初からそう決められていたかのようにスターシップの進路を変更した。ベイビーズクライ、その響きが私を呼び寄せたのかもしれない。銀河連邦軍ところで会っちまったな、プリンセス。俺だよ、アンソニー。唯一彼だけが私をプリンセスと呼ぶ。その人物はアンソニー・ヒックス、銀河連邦軍の優秀な兵士だ。あのミッション以来の再会だな。ソラ、隊長もそこにいるぜ。アダム・マルコビッチ、銀河連邦軍司令官、私の良き理解者であり、そして上官だった人物。そう、私には連邦軍に在籍していた時期があった。そして私は、未熟だった私は、ある事件をきっかけにアダムの元を去り、バウンティーハンターとして歩み始めたのだった。ここで何をしている？再会の第一声はいかにもアダムらしい言葉だった。私は今に至るまでの経緯を述べ、その問いに答えた。そして連邦軍がここに来ている事情を尋ねてみた。部外者に答える義務はない。あまりにも的確な言葉、部外者。その余韻が私の胸に小さく刺さった。
司令、準備完了です。残された道はレーザーで焼き切る方法だ。時間がかかりすぎるが、電気系統がいかれていてその隔壁が開かねえのさ。爆薬を使えば他をぶっ壊さねえよう、さじ加減が難しい。さーて、何か一箇所に強力なパワーを集中させる方法はねえのかな。そんじゃ先に行ってるぜ。アダムの許可は得てはいないが、彼らのために私はここに残ることを決めた。何者がこんなことを。この野郎ライアル、もうよせ。この施設が非常に危険な状態に陥っていることは明白だ。アダムたちの目的が何であろうと、彼らの安全確保のためには私の協力が必要不可欠だと思われる。アダム、聞いてくれ。この施設が異常な状態にあることは明らかだ。あなたたちだけでは危険かもしれない。だから私が。おい、なんだあれは。許可する。ハンス、君はミサイルで応戦せよ。一箇所に集中攻撃を行い、凍結させて動きを止めろ。そしてサムス、凍結部位を破壊せよ。サムス、我々のミッションに協力してもらわねばならないようだ。ただし、全ての行動は私の指示に従ってもらう。例外は一切認められない。武器の使用も制限する。異論はないな、レディ。サムズアップ、それは上官のブリーフィングへの合意のサイン。私はいつもサムズダウンでそれに応えていた。
司令官アダム・マルコビッチは普段ジョークなど口にはしない。そんな彼がミッションブリーフィングの最後に、異論はないなレディと決まって私に言うからだ。当時の私は周囲から子供扱いされることを嫌っていた。女性扱いされることもまた耐え難かった。アダムを嫌っていたわけではない。悲惨な過去を持つ私の心が、自分がか弱い者のように呼ばれることを受け入れまいとしていたのだ。そう、レディーと。アダムの指示に間違いなどないことは私が一番知っている。つまり私のサムズダウンはレディーへの断固たる拒否とブリーフィングへの絶対的な合意を表す仕草だった。そんな聞き分けのない少女のような私をいつも微笑みながら見守ってくれていた仲間の兵士たち、そこにアンソニーがいた。そんな彼らの温かい態度に対し、未熟だった当時の私は余計に不機嫌になるのが常だった。子供だった。常に意地を張り心を閉ざした。そうしていなければ簡単に折れてしまいそうな自分が歯がゆく。そして怖かった。そんな幼い私にもアダムの彼なりのジョークににじむ慈しみはちゃんと理解できていたように思う。アダムは私の過去を知り最も理解してくれた人物だ。幼くして両親を失った私はアダムに父親の姿を重ね合わせていた。その彼に反発することで私はささやかな安らぎを得ていた。当時の私がアダムには心を許し、そして甘えていたことは今さら言うまでもない。私の心を理解し受け入れてくれた唯一かけがえのない存在なのに、やがて私は彼の元を去ってしまう。私は幼すぎた。あまりにも子供だった。したがってここボトルシップにおいて何が起きているのかは不明だ。知っての通り、廃棄されたはずのこの施設が再稼働され、そして危険な生物が生息し犠牲者が出ている状況だ。事態は深刻である。この全貌解明は必要だ。だが最優先は生存者を発見し無事に保護することだ。極めて危険であると心得、各自慎重に行動せよ。一つ問題がある。この施設内の電波状況が極めて悪いため、兵士諸君との通信ができない。したがって諸君との連絡は施設内のナビゲーションブースを使用して行う。ではライアル、セクター1を調査だ。ただしむやみに爆薬を使うな。ラジャー、モーリス、君はセクター2へ向かえ。設備の修理には随時対応せよ。了解です。アンソニー、君はセクター3だ。プラズマ砲の使用は全て君の判断に任せる。オーライ。ジェームス、コントロールブリッジを調べろ。通信トラブルは妨害電波の可能性もある。イエスサー。そしてケイジ、居住区を徹底的に捜索し生存者の痕跡を見逃すな。ラジャー。フリーズガンは常に使用して構わない。ナビゲーションブースからの定期的な連絡を怠るな。さてサムス、君はシステム制御室に行け。そして何としてでも電気系統を回復させてくれたまえ。君とは問題なく通信できるようだな。したがって君が見る映像は常に私に送信される。武器の解放については新たにボムの使用を許可する。他の武器も同様にあらゆる状況を見ながら随時解放していくつもりだ。ただし許可する予定のない武器がある。それは言わずと知れたパワーボムだ。
承知の通り、パワーボムの起爆時には超高温の熱波が広範囲に及び、巻き込まれた人間は、つまり周囲の生存者や仲間は一瞬で蒸発してしまう。この危険極まりないパワーボムの威力は波の素材で遮ることなど不可能だ。君はミッション完了後に一度ここへ戻ってきたまえ、次の指令はその際に告げる。では最新の注意を払いながら、それぞれのミッションを遂行せよ。ブリーフィングは以上だ。部隊によるミッション遂行はバウンティーハンターになってからは一度もない。もちろん上官の指示を仰ぎ行動することも連邦軍在籍以来だ。行くぞ。アダムの指令によるミッションの再現、この予期せぬ状況に私は戸惑いつつも不思議な高揚感を覚えている。そしてつぶやいた。了解だアダム、もちろん異論などない。サムス、右のハッチを抜けセクター1へと進んでくれたまえ。先に向かったライアルは急遽ある施設へのルート確保を行うことになった。セクター1の調査は君に任せる。何かが飼育されていたらしき大型ケージのようなブース、その片隅には無残な姿で横たわる研究員の亡骸があった。この研究員は先に目にした被害者のように大きな力で引き裂かれた様子ではなかった。つまり彼が別の生物に襲われたことを物語っていた。そして直視に耐えない執拗なその手口からはどす黒い知性の気配が漂い立ち込めていた。
他者を利用して獲物を狩る生物が存在する。この品のない幼獣を見ていると自分がこの生物に利用されたように思えた。と同時にある考えが頭をよぎった。あの方向の主はこの生物なのかもしれないと。サムス、そのセクター内にあるバイオスフィア春城へ向かえ。試験監視センターという施設がある。重要なデータが見つかるかもしれない。他のメンバーは間もなく到着する。速やかに合流せよ。いや、サムス。ライアルは遅れているようだ。おい、この CPU は自己破壊させられたようだぜ。システム中枢が分断されている。そうだな、復旧させてデータ回収するくらいならできると思うぜ。やってみよう。大将の言うようにここにはかなり重要な情報がありそうだ。ならばモーリスが作業している間、俺たちはこの建物を探索。いいな？了解。なあプリンセス、この眺め思い出さねえか？見ろよ、そっくりじゃねえか。連邦軍の演習場によ。アダム、見えているか？ゼーベス星人だが、サイボーグに改造されているようだ。これは一体何なんだ？わからん。さらに調査を続けてくれ。みんな、集まってくれ。いいだろう。これでデータの一部が取り出せそうだ。ここボトルシップは銀河連邦軍の管理下にある。この施設内では様々な惑星の生物が飼育され、生態兵器としての利用が研究されている。施設管理責任者兼研究主任ドクター・マデリーン・バーグ。アダム、銀河連邦軍は生物兵器の研究開発をしていたのか？そのようだな。生物兵器の使用は禁止されているはずだな。もちろんだ。許されるべき行為ではない。
マデリン・バーグマンとは誰だ。ここの責任者のようだな。分かったことは以上。アダムの関与については聞くまでもないだろう。そう、彼は生体兵器に限らず生命の身勝手な利用ということに極端に否定的なのだ。命、それはいかなる類のものであれ、この世に誕生した時点で完成されたものだ。誰も犯してはならない。これがアダムの哲学だ。私がベビーを持ち帰った行為は彼のこの信念に反することだろう。その当時不問になったとはいえ、私の行為は規則に反するものだった。そんな自分をアダムはどう見ていたのだろう。胸の隅に追いやっていた疑問が今改めて気になった。よし、もう少しすれば修理は完璧だ。ただし確実にデータを保護するために強力なセキュリティシステムが使われているはずだ。ならばジェームス、いよいよお前の出番だぜ。分かった、必ずハッキングしてみせてやる。ここの計画の全てが分かるかもしれないからな。かなり時間はかかりそうだな。マデリーンとやらが建物内にいるかもしれない。情報収集を続けよう。行くぜ。プリンセス、もっと早く援護したかったが、こいつはチャージに時間を食うんだ。今度はまたしゃしねえよ。縁起でもねえか。おい、こっちに来てくれ。どうした。ライアルがやられた。まるでボロ切れだぜ。どうやりゃ人間がこんな風になるってんだ。
抜け殻。先ほどの怪物がセクター3に侵入したようだ。サブス、奴を追え。連邦軍による生体兵器の開発が行われていたここボトルシップへアダムが来たのは偶然なのだろうか。どうあれ主要人物から話を聞く必要がある。マデリーン・バーグマン、もちろん彼女がまだ生きていればの話だが。現状の装備で移動可能な範囲を探索せよ。他の装備や武器の解放は状況を正確に把握した後に告げる。今すぐバリア機能をアクティブにし、熱気によるダメージから身を守れ。メトロイドに襲われたかのようなこの死骸は私に飛躍した考えを強いた。メトロイドがここに。ありえない。低温に極端に弱いメトロイドはここの環境には耐えられない。いや、それ以前にメトロイドはベビーを最後にこの世から消えた。それは誤解だ。私はあなたたちの救助に来たんだ。嘘言わないで。
連邦軍が計画の口封じのために私たちを殺しに来たのは分かってるわ。仲間まで手にかける連邦軍の言うことなんて信じない。聞いてくれ、あなたを助けに来たんだ。あの女性は銀河連邦軍が計画の口封じのためにボトルシップにやってきたのだと思い込んでいる。事実彼女は連邦軍のパワードスーツを身につけた人物に襲われた。そしてモーリスが仲間に殺されたかのような言葉を残した。先ほど彼女と共に命を狙われた私はある考えを認めざるを得ない。我々の中に裏切り者がいる。サムス、あの化け物の鳴き声に含まれる波長が他のクリーチャーを刺激し凶暴化させているようだ。今奴はセクター3に潜んでいる。先のエレベーターでメインセクターへと進み、さらにセクター3へと移動せよ。奴に遭遇したら迷わずプラズマビームを使用せよ。あの化け物を黙らせろ。殺戮のために作られた生体兵器が暴走するここボトルシップは今まさにゼーベスさながらのありさまだ。そこにアダムたちがやってきた。このままでは連邦軍の極秘計画は白日のもとにさらされてしまうだろう。だから刺客が送り込まれた。生存者を、そして計画を知られてしまった全てのものを消し去るために。ケイジ、ジェイムス、アンソニー、そしてアダム、この中に裏切り者が。正体のわからない暗殺者を私はこう呼ぶことに決めた。デリーターと、また鍵を握るであろうあの女性について考えてみた。救難信号は彼女が発信したのか。そして彼女が施設の責任者マデリーン・バーグマンなのか。誰であれ保護しなければならない。彼女はまた狙われる。いや、それは彼女だけではない。私もまた邪魔者の一人なのだから。
使用を許可する。アンソニーを援護しろ。危なかったぜ。サンキュープリンセス。で、招集されてここへ。招集？大将が俺たちに集団行動を命じたんだ。近くのナビゲーションブースに集合のはずが誰も来やしねえ。気になって見回ってたら今の奴らに襲われちまったってわけさ。集団でどこへ向かうんだ？私は例の化け物を追っている。俺たちはみんなで地熱発電所へ行ってマグマの噴出口を開くんだ。ここの電力を回復すりゃ綺麗な顔がよく見えるぜ。まあ全員で取り掛かるってのはちょいと大げさな気もするが、大将の判断だ。間違いなんてねえさ。なあサブス、大将のこと今はどう思ってる？十分気をつけろ。簡単な作業に違いないが油断は禁物だ。300名の乗客が乗っているんだ。彼らの命がかかっている。わかりました。司令官、ドライブユニットが暴走します。ユニットのオーバーヒートは予想をはるかに超えていました。いや、司令、このままではメルトダウンが起き爆発します。直ちにドライブユニット切り離し準備に取りかかれ。しかし、イオンがまだ中に。アダム、私が救助に向かう。直ちに出動許可を。今すぐ遮蔽扉を閉鎖しろ。待ってくれ、アダム。きっと間に合う。いや、間に合わせてみせる。頼む、行かせてくれ。だってイオンはあなたの弟じゃないか。もう時間がありません。アダム、お願いだ。行かせてくれ。今はただ私を信じて。少しだけ時間をくれないか。ドライブユニットを直ちに切り離す。指令は以上だ。彼は正しかった。あの時躊躇していれば乗客だけではなくあの場の全員が最悪の事態に陥っていただろう。分かっていた。少なくともお前さんはここにはいねえな。大将が最も恐れた結果だろう。子供だったんだ。一番苦しい立場なのはアダムだったというのに、あの時そんな彼を責めることしかできなかった。まあお前さんの気持ちは大将ならお見通しさ。しまった、悪い、やもなこと聞いたな。ぼちぼち行こうぜ。なあ、もし今またあんなことが起きたら、ふん、いやいや、なんでもねえ。じゃあな。アンソニーは質問を途中で飲み込んでくれた。そう、答えは決まっている。もしあの時と同じようなことが起きたら、私の心は一縷の望みに欠ける方にまた傾くだろう。それが私なのだから。
められちまった。こうなりゃ仕方ねえな。よし、こっちから行こうぜ。待て、アンソニー。ここは私に任せろ。プラズマ砲は使うな。最後までアンソニーに意識はあったのだろうか。やりきれない思いがこみ上げ、
この場にいることがいたたまれなくなってきた。私は悔いた。アンソニーを守れなかったこと、そして何よりも命がけで私を守ろうとした彼を信じる気持ちが一瞬とはいえ揺らいだこと。気になることが起きていた。アダムとの通信が途絶えている。デリーターから見ればアダムこそ最も邪魔な存在だ。間違いなく命を狙われているだろう。だが他ならぬアダムだ。簡単にやられはしない。しかも彼はデリーターに気づいているはず。隙を見せることなどありえない。それなのになぜ連絡が取れないのだ。彼は今の状況をどう捉え、そしてどう動こうとしているのだろうか。さまざまな雑念が私を苛立たせた。異論はないな、アダム。私は銀河連邦軍のものではない。救難信号を傍受しここへやってきた。私はバウンティーハンターだ。あなたの身が危険なことも知っている。どうか私を信じてほしい。ありがとう。私はサムス・アラン。あなたの名は？マデリーン・バーグマン。ここで秘密裏に銀河連邦軍は生体兵器で構成された特殊部隊を作る計画を企てていました。それを実現させるために彼らはスペースパイレーツを模した組織を再現しました。ゼーベス星人を中心とした。ところがある存在のその影響で
ここの生物たちが凶暴化し、コントロール不能になってしまいました。ある存在とは、リドリーのことを指すのだろう。だから救難信号を発信した。身の危険を承知の上で。そうです。今に取り返しがつかないことになります。放っておけば、ゼーベス星人たちは進化し、本物のスペースパイレーツになってしまいます。確かに、そんなことが実際に起きるのであれば、保身のために黙殺するのは明らかにリスクが高い。システムにトラブルを起こしたのも彼女だろう。私は彼女の勇気と責任感を無言で称えた。だが一方で、彼女の仮説に疑問を抱いていた。リドリーの影響によって凶暴化したゼーベス星人たちはスペースパイレーツとして復活するのだろうか。悪意を持った存在に引き入られない限り、奴らはただ本能のままに行動する野蛮なクリーチャーの群れに過ぎないはずなのだが、いずれにせよ連邦軍は自分たちの犯した過ちを何事もなかったように葬り去るつもりなのだろう。だからデリーターを送り込み、彼女や秘密を知ってしまった仲間を。待てよ、この仮説には根本的な矛盾がある。そんな回りくどいことをしなくても、連邦軍の兵力を使って外部から総攻撃を加えれば、ボトルシップごと消滅させることなどさほど困難ではないはずだ。なぜそうしないのか。実はもっと危険な計画があるのです。ついてきてください。何？それはありえない。メトロイドはゼーベスと共に消滅した。そう、最後のメトロイド。ベビーは私の頭上で砕け散った。あなたがサムス・アランなのですね。スペースパイレーツを壊滅させたという。メトロイドの破片がゼーベスから帰還したあなたに付着していました。その細胞組織の一部から我々が再生させたメトロイドがこの施設内に存在しているのです。君が恥をかかないようにスーツはピカピカにしておいた。ならばリドリーも同じ方法で。あれがリドリーだとは誰も思いませんでした。生体兵器としての活用が有効とは判断されず、リトルバードと呼ばれペットのように飼育されていました。ところがある日、担当の研究員を襲い逃げ出しました。リドリーは死んだふりをして研究員をケージに誘い込んだのです。研究員のありさまは、それはひどいものでした。メトロイドをコントロールするためにはマザーブレインのテレパシーが必要だ。まさかマザーのクローンまで作り出してしまったわけでは。人工知能です。我々はマザーブレインの思考パターンを再現した人工知能プログラムを開発したのです。コードネームは MP。 しかしただのプログラムだ。マザーそのものではない。MB はメトロイドと交信するうちに進化してゆき、ついにはその自我を目覚めさせてしまったようです。マザーブレインそのもののような。信じられない話ですが、マデリーンがスペースパイレーツの復活をこうも恐れた理由がこれではっきりした。それは飛躍しすぎた仮説ではなく、目前に迫った危機を明確に示したものだった。それが全て事実だとすれば、メトロイドとその MB はどこに？セクターゼロと呼ばれている
データ上ここには存在しないユニットもいます。そこはツーリアンのようにメトロイドの増殖と育成を行う場所です。最悪のシナリオが読めてきた。最強の生物兵器メトロイド、その再生が実現し制御するための人工知能が開発できた段階で、スペースパイレーツもどきの特殊部隊を作る計画は一気に色あせていったのだろう。しかし MB という人工知能の暴走により、施設はまるで惑星ゼーベスのようになってしまった。もしこのまま放置すれば、銀河社会は極めて危険な状態に陥る。当然死亡者もそうなることは決して望みはしない。しかしメトロイドは欲しい。だからおそらく銀河連邦軍はメトロイドをセクターゼロごと回収しようと考えただろう。あとは全てを消し去るだけだ。スペースパイレツもリドリーも、そして秘密を知る全てのものを。ところが死亡者が動く前にアダムが現れた。アダムはこの計画についてある程度知っていたのかもしれない。そうなれば連邦軍としては乱暴に行動するわけにはいかない。そこでアダムの部隊にデリーターを忍び込ませ、証拠隠滅を図りながら次の手を探ろうとしたのだろう。しかし私が加わったことで、またしても連邦軍の予定は狂ったに違いない。マデリン、よく話してくれた。これから私はセクターゼロのメトロイドと MB を破壊してくる。もうしばらく隠れていなさい。心配ない。ここに来ている連邦軍司令官が必ずあなたを守ってくれる。あなたは安全だ。その連邦軍司令官とマルコビッチ司令官のことですか？この計画の事実上の責任者はマルコビッチ司令官です。その彼がここにいるなんて。私が戻るまでここにいなさい。
サムス、聞こえているか？ああ、よく聞こえているよ、アダム。知っての通り、この席にはメトロイドとそれを操る人工知能があるだろう。連邦軍の愚かしい計画がそこにある。私を撃ったとでも？君にメトロイドは倒せない。何？どういう意味だ？セクターゼロのメトロイドはおそらく凍結しない。一体何の話だ？低温環境に弱いというメトロイドの致命的な弱点が遺伝子操作によってついに克服された可能性が高い。それが事実なら言うまでもなく君に勝ち目はない。しかしさっきのベビーは、ベビーメトロイドはあなたのフリーズガンで凍結した。確かにあれが小さな個体だったからではと私は考えている。ただこれではっきりした。疑いの余地はない。メトロイドは再生されている。生体兵器が致命的な弱点を持っているなどありえない話だ。そんな欠陥品をそのまま軍が量産するとは考えがたい。どうあれ、これだけは言える。メトロイドは危険すぎる。蘇るべき存在ではない。ましてや倒す術がないとなればその存在を許すわけにはいかない。待ってくれアダム、そんなあなたがなぜあのレポートを、メトロイド軍事化計画のレポートを作ったりしたんだ？銀河連邦本部から依頼を受け、私はあのレポートを作成した。その中で私はこの計画の重大な危険性について説き、そして決して行うべきではないと結論付けた。本部は理解した。しかしその内容が軍の一部の者に余計なヒントを与えてしまったようだ。サムス、まもなく君は回復するだろう。君にいくつかのミッションを与える。ボトルシップは銀河連邦本部に向かって移動し始めたようだ。マデリン・バーグマンの話が事実なら、この動きが MB による銀河連邦への攻撃開始である可能性が高い。いずれにせよ衝突の恐れもある危険な状態だ。銀河連邦への軌道に乗る前に推進装置を停止させろ。ルーム MW に生存者を確認した。
場所は生体兵器研究所の奥だ。極めて重要な証人である。その人物の安全を確保しろ。そしてリドリーを倒せ。奴の危険性はメトロイドと同等だ。最後に一つ忠告しておく。マデリーン・バーグマンは味方ではない。待ってくれアダム。セクターゼロのメトロイド、あなたはどうしようと考えてるんだ。任せてくれ。私が始末する。一体どんな方法を使って凍結しないメトロイドを倒すつもりだ。セクターゼロは自爆機能を備えている。内部に大きなダメージを与えてやればユニットは自動的に切り離され自爆する。強力な爆発が跡形もなくメトロイドを、そして MB を消し去ってくれる。やめてくれアダム。私が行こう。私ならそのメトロイドだって倒せるかもしれない。可能性にかけるべきだ。お願いだアダム。私が信じられないのか。ただ私を信じて少しだけ時間をくれないか。サムス、私はリドリーと戦えない。そうだ、君のように銀河を守れはしない。ただの人間だ。だが君を守れる。まもなく君は完全に回復する。時間的余裕はない。お互いのミッションに取り掛かろう。手荒な真似をしてすまなかった。頼むぞサムス。待って、アダム。行かないでくれアダム。異論はないな、レディ。アダムが消えた。最愛の友が、私の一番の理解者が、そして父のような存在が、さまざまな思いが駆け巡る受け入れがたい悲劇。あまりにも残酷な別れ。しかしアダムの最後を見届けた私にはなぜか意外にも動揺はなく、むしろいつも以上に落ち着いていた。きっとアダムが私に力を授けてくれているのだ。今の私には彼の死を嘆く余裕などありはしない。そうだなアダム。
あとは任せてくれ。リトリー、これは一体
あっち行って。そうじゃないんだ。あっち行って。怖がらないで。落ち着いて。あなたが受け入れるまで私は決して近づかない。
私の名はサムス、フリーのバウンティーハンターだ。ここの状況とあなたの立場は十分に理解している。あなたの安全は保証する。そっちへ行っても、あなたのこの施設での役割は？私はボトルシップの責任者です。名前はマデリーン・バーグマン。ちょっと待ってくれ。私は同じ名を名乗る別の女性に会っている。どういうことなんだ？あなたが出会ったのは MB です。彼女はアンドロイドなのです。マザーブレインと同じ思考パターンを与えられ、マザーそのもののような意識を目覚めさせてしまいました。なんだって？連邦軍の愚かな計画、マザーブレインが引き起こした混乱。ここで起きた全てはマデリーンの名を語る MB が私に話したままだった。MB の暴走を阻止するため施設のシステム障害を引き起こし、実際に救難信号を発信したのが今私の目の前にいるマデリーン・バーグマン本人だったこと以外は。 MB はもともとスペースパイレーツをモデルとした特殊部隊のコントロールのために開発された人工知能です。テレパシーによる部隊のコントロールを実現するためにマザーブレインと同様の構造が必要だったのです。当時の MB は人間の姿をしていませんでした。やがてメトロイドのクローンを作り出せる可能性が見えてきました。それをきっかけに MB は今の姿になったのです。その理由は？最初に孵化するメトロイドに MB が自分の母親であると認知させるためには生物の姿が必要だったからです。こうすることによって MB とメトロイドの間には理想的な関係性が築かれ、支配を超えたコントロールが可能になるのです。私の目の前で孵化したベビーのことが思い起こされた。私を救うためマザーブレインに襲いかかったそのベビーの行為もまたマデリーンの言う理想的な関係性の賜物だったのだろう。完璧なコントロール方法が見つかり、メトロイドはセクターゼロで増殖されることになった。同時に遺伝子操作が施され、凍結しないメトロイドはついに誕生してしまった。先ほど現れたクイーンは最初に生まれたメトロイドがそのまま成長したものだそうだ。オリジナルの個体として保存するために遺伝子操作は行われなかったのだという。それがクイーンメトロイドに成長するとはマデリーンたちも予想していなかったようだ。あのベビーがクイーンになる特別なメトロイドだったとは。人の姿となった MB はとても優秀でした。我々とメトロイドをつなぐ役割として人間と同じコミュニケーション能力を持つ彼女はうってつけでした。私の理論が正しければこのシステムは画期的な人工知能。論理的な思考は健在でしたので、我々の計画にとってまさに理想的な存在でした。ところが彼女に感情や自我が芽生え始めたのです。自分の考えを主張し、私たちと意見が衝突するようになりました。この理論のどこが古臭いというのだね。人工知能が学習しそして進化していくことは決して珍しいことではありません。しかし今回の MB のように AI に感情が芽生えたという前例はありません。メトロイドとの交信がきっかけなのかもしれませんが、それが事実なのかどうかは不明です。生まれたばかりの赤ん坊が自分を母親だと慕った、このことが MB の心を目覚めさせたのかもしれない。ただの推測に過ぎない。でも私にはそう思えてならない。そこで彼女の思考プログラムを修正することになりました。
感情を持つことを許されない人間のような存在。その意識をいとも簡単に否定しねじ曲げようとする人間という存在。無意識に私の心は MB に加担する。MB の処置が行われると決まったあの日、私の目の前で彼女は取り押さえられました。やめて、彼女に何をするの。上で決まったことだ。連れて行け。 MB、 許しなさい。あの子は私に助けを求めました。でも何もできなかった。どうしてなの。そんな私の態度が彼女を変えてしまったのです。あの子は私を慕っていました。マデリーンは MB をメリッサと呼ぶことがあったようだ。 MB をイニシャルに見立てメリッサ・バーグマンと置き換えた名前だ。メリッサ。 MB は気に入っていたという。マデリーンが自分を娘のように呼ぶその名を。そんなマデリーンにさえ見捨てられ追い詰められた MB はテレパシーによって特殊部隊に反乱を命じた。そして施設は混乱を極め、ついには壊滅状態に陥った。MB は連邦軍に復讐するつもりだったのです。私たちにも今や人間そのものが憎悪の対象なのかもしれません。スペースパイレーツを支配下に置き、セクターゼロのメトロイドを増殖させ、クイーンメトロイドまで手に入れた MB は満を持して銀河連邦への攻撃を企てたのだろう。だが計画は私とアダムが全て打ち砕いた。彼女は今どこで何を考えているのだろう。もうあの子になすすべはありません。全ての憎しみはあなたと私に向けられていることでしょう。あっ！ MB！ ねえ、待って、 MB！ 落ち着いて。ねえ聞いて！マデリー下がるんだ。あなたは、いえ私たちは間違っていたわ。もう終わったのよ。マデリー。間違ってはいません。愚かしい人間どもを裁く必要がありました。だがあなたたちはそれを自らの罪の重さを知り悔い改め罰を受けなさい。お願い MB、 もう終わりにしましょう。いいえ、何を言っても無駄です。もう心配ないわ。二度とあなたを見捨てない。約束する。ごめんなさい、メリッサ。よかった、メリッサ。とっても似合ってるから。あなたの名前よ。
サムス・アラン、事情は聞いている。見事な活躍だ。あとは任せたまえ。おい、連れて行くぞ。はい、サンダツンだ。マデリー、待ちたまえ、アラン。アダム司令は気の毒だ。そればかりか彼の部隊まで全滅したとは残念なことだな。あそうだろう、アラン君。彼らがいなくなれば君はただの部外者だ。しかも君には何の権限もない。つまり彼女に触れることさえ許されんのだよ。非常に申し訳ないが、規則に反して連れ帰るのはベビーメトロイドだけにしてくれないかね。レディはそろそろお帰りだ。誰かお送りしろ。はっ。さあ一緒に来るんだ、プリンセス。おい、ちょっと待て。誰だ貴様。アンソニー・ヒックス、銀河連邦軍第7小隊所属。我が第7小隊は直ちにマルコビッチ司令官の命により
生存者の保護を行います。何？銀河連邦本部議長は承認済みです。ご安心を。どういう意味だ、議長が。しかし素早いご到着だ。私がエンジンを停止していなければすれ違っていたのでは。まったく、こんな物騒なものがあんな風に役立つとは。おっと、彼女を起こしまう。静かにしなきゃ。ようやく眠りについたマデリーンをアンソニーが気遣う。憔悴したまま寝息を立て始めたばかりだ。ゆっくり眠ればいい。彼女には銀河連邦本部に対し話してもらうべきことがたくさんある。そう、メリッサのためにも。終わったはいいが、すっきりしねえ。とんでもないミッションだったぜ。ため息とともにアンソニーがつぶやいた。もし我々が事件を見逃していたなら、狂ってしまった MB は本当に銀河連邦を破滅へと導いていったのだろうか。メリッサは決して狂ってなどいなかった。ある日、メリッサの中に心が芽吹いた。その意識の目覚めを疑いも持たず誤りだと決めつけた人間。狂っていたのは私だったと、眠る間際のマデリーンは力なくつぶやいていた。人間の傲慢さが MB を追い詰めていった。そしてその歪んだ意識こそが芽生えたばかりの彼女の心にこう命じたのだ。思い上がった者どもに罰を与えようと。だが MB はその使命を果たすことなく倒れた。そう、メリッサとして唯一の弱点を克服した。倒す術のないメトロイド、そんな狂気の産物を妄信する愚か者がそれを手に入れてしまったならば、アダムの決断が銀河社会を危機から守った、それは間違いない。その代償はあまりにも大きい。他に道はなかったのだろうか。彼の死を受け入れることができない私は、初めてアダムの判断を疑った。異論はないな、レディ。ふとアダムの声が聞こえたような気がした。アダムは決して間違った判断などしない。分かっている。あなたは正しい。だから私は彼の死を嘆いてはいけないのだ。私は初めてアダムの問いかけにサムズアップで答えた。何かを言いたげに私に微笑みかけるアンソニー。その表情がアダムの顔と重なった。アダムが最後に見せたあの笑顔に。Thank you.
トルシップは爆破されることに決まったようだ。おそらく一両日中にそれは決行されるだろう。そのボトルシップに今私は向かっている。置き去りにしたままのかけがえのないものを求めて。私はセクターゼロのメトロイドと MB を破壊してくる。もうしばらく隠れていなさい。いかん、サムス。心配ない。ここに来ている連邦軍司令官が必ずあなたを守ってくれる。自爆装置が作動しました。速やかに施設内へ避難してください。起爆まで5分。速やかに施設内へ避難してください。Yeah.
爆まで3分。速やかに施設内へ避難してください。帰ろう。